執事とは、キリスト教会における役職の一つ。また、その役職を担う人を指す。新約聖書初週のフィリピの信徒への手紙1章1節などに現れる、ディアコノスの訳語である。これは、伝統的に、使徒言行録6章に登場する7人に課せられた、共同体の日々の食料の分配などをする役職を指すと解釈されている。その後のキリスト教会における役職としては、各時代及び各教派によって役割に差異がある。日本語では、執事に対応する訳語が教派によって異なり、カトリック教会では、助祭、正教会では、タスク祭と称する。なお、新約聖書の執事は、口語訳聖書などで採用されている訳語で、新共同訳聖書では、奉仕者と訳されている。右に、タスク祭、中央に司祭、左に、同訳が二人。タスク祭は捨て針を着用し、その上からオラリをかけている。同訳も捨て針を着用。口語訳聖書などで執事と訳されている、ギリシア語のディアコノスを、日本ハリストス正教会では、タスク祭と呼ぶ。タスク祭は、奉神令で補助的な役割を担う。また、タスク祭は、奉神令において、捨て針とオラリ及び、ポルチを着用する。なお、日本ハリストス正教会で、執事と呼ばれる信徒は、ディアコノスではなく、教会の日常の運営に携わっていて、他教派における、教会役員に相当する。口語訳聖書などで執事と訳されている、ギリシア語のディアコノスを、日本のカトリック教会では、助祭と呼び、プロテスタント各教派と正教会では、執事と呼ぶ。カトリック教会における助祭は、司祭に次ぐ聖職くらいである。正教会とプロテスタントにおける執事は、使徒言行録6章に記された初代教会において、使徒たちを食事の世話などの共同体の雑用から解放し、宣教に専念させるために置かれた職位を継承するものとされる。監督制の正教会と長老制の改革派教会、長老派教会では等しく、執事というがその内容は異なる。改宗制の教会では一部の専門職を除き、すべての役員を執事と呼ぶ。宗教改革において、ジャン・カルバンが教会の職制の一つとして執事職を認め、正教会もこれを置いている。アルブを着た正教会の司祭であるが、この司祭はストールを執事のように着用し、執事の祭服着用の模様を撮影させている。正教会における執事は、カトリック教会の助祭に近い。主教の聖職者安守によって職位が与えられる。聖餐式を執行することができない。ただし、主教の許可があれば分散を行うことはできる。礼拝時の服装は、司祭とよく似るが、ストールを左肩から斜めにかけているので、見分けがつく。長老正教会における執事は、カルバンの提唱した教会の士式の一つ。教会会計、生産準備奉仕及び、互助、福祉などの分配を担当する。修会長老と同様に、信徒職であり、教職くらいではない。宗教改革の理解では、これは新設された職位ではなく、カトリック教会の異会制に変質してしまった、初代教会の制度を聖書に基づき正しく復元したものとされる。改宗制の教会における執事は、教会に仕えるものを意味する、信徒職である。万人祭司主義のため、役員もあくまでも役職であり特別な職種ではない。そのため他の教派でいう監督や長老といった役職も、ひっくるめて教会に仕えるもの、すなわち執事としている。ほとんどの教会では、教会員の選挙で決まり任期がある。その他日本ルーテル教団における執事は牧師と共に教職者として位置づけられる。教会の委託と責任教職の監督の下で礼拝説教と聖霊典の執行も認められる。宣教母体であった米国の教会が女性の牧師職を認めていない中で日本ルーテル教団は女性の教職を認めているが、米国の教会との関係悪化を避けるために、牧師ではなく、執事として任用している。執事は、原則、地域教会の責任教職になることはできないが、地区協会会議が認める場合はこの限りではない。地域協会が招聘することはできず、地区協会会議と教団が招聘できる。ありがとうございます。